バシーリー・バシーリエヴィッチ・ゴリツンコバシーリー・バシーリエヴィッチ・ゴリツンコは、ロシア・ツァーリ国の貴族、政治家。ゴリツン家出身で、大、ゴリツンと呼ばれる。初期は、ツァーリのアレクセイの宮廷で過ごし、ボヤールにまで出世した。1676年に、ロト戦争の最中にあるウクライナに派遣され、クリミア藩国との戦闘やチギリン戦役に参加した。この ロシア軍を数世紀もの間麻痺させた、文チ性の不便と危険を経験したことで、ゴリツンは、その廃止を目指すようになり、1678年に、サーリのヒョードル三世によって受け入れられた。1682年5月のモスクワ放棄により、ゴリツンは外交を掌握、同年に、ヒョードル三世が死去して、ピョードル一世の姉でゴリツンの愛人ソフィア、アレクセイエブナが殺傷を務めるようになると、 1682年から1689年まで国政を主導した。内政では影響力が限定的だったものの、外交では1686年の永遠平和条約でポーランドリトアニア共和国と交和してキエフを獲得した。同条約により新生同盟にも参加したが、1687年と1689年の2度の クリミア戦役で二度も敗北したため人気を失った。直後のソフィアとピョートル一世の間の内戦では、気乗りしなかったがソフィアを、支持。二人とも失脚する結果となった。同族のボリース・アレクセイエビチ・ゴリツィンの嘆願もあり、除名されたが、ボヤールの称号は破棄され、財産も没収された。さらにカルゴポリ、メゼン、ホルモゴルイと、追放先もコロコロと変えられた。 1714年4月21日、最後の追放先ホルモゴル類で死去した。当時のロシアにしては高度な教育を受け、母語のロシア語の他にもドイツ語とギリシア語を介し、ラテン語を流暢に話せた。また外国人とも広く友人関係を持ち、彼らから、おう、孤立員と称えられた。ありがとうございます。